日向葵の葵夜空。こんばんは、ラジオパーソナリティの日向葵です。この番組は音声配信アプリラジオトークでお送りしております。本日は第24夜目です。本日8月9日より TRE2024 in 台湾がスタートしました。ね、配信されている頃は私はね、台湾にいるんじゃないでしょうか。いるんじゃないでしょうかっていうか、台湾にいるんですけれども、台湾と日本の時差はちょうど1時間になるので、今ね、日本の時間の21時に合わせて開始しているんですけれども、台湾では20時になっております。みんなね、さすがに台湾のイベント初日だし、今日はね、配信お休みするんじゃないかって予想されていた方も多いんじゃないでしょうかと思いますが、まあ、これがね、収録の良いところですよね。この収録は日本で事前に撮っているものを今こうやって流しているっていう感じになるので、今ね、この配信聞いている現在、私イベント初日でね、きっとバタン球状態かなと思います。みんなのね、コメントを見るのに必死だと思います。今って収録している現在、はい、イベントの数日前ですね、は正直不安なこともね、たくさんあるんですけれども、どっちかっていうと楽しみとかワクワクな気持ちの方が大きいかな。まあ不安だけどね、すごいこう複雑な気持ちで今この収録をしています。今年のね、1月に TSE っていうイベントに出演させていただいた時は、本当に台湾っていうか海外のイベント自体も初めてだし、もちろん台湾も初めましてだし、わからないことだらけだったんですけれども、まあその時よりはね、なんとなくこうイメージがついたり、まあわかることとかも増えてはいるかなと思いますが、ねえ、まあ TSE よりも規模が5倍ってね、めちゃめちゃ大きいのと、まあそもそも同じね、台湾だけれどもイベント自体が違うしね、日本からのね、グラビア枠もね、もう見たら10枠もないかったかなね。そんな中にご招待いただいているのでね、ちょっと日本グラビア勢として恥じないようにね、頑張らなきゃなっていう気持ちです、今。なんかこう喋ってたら結構緊張してきましたね。まあでも SNS とかで投稿していたりするんですけれども、台湾の人にね、とにかくこう喜んでもらえるようにブースの装飾、自分のブースがあるんですけれども、それをね、ちょっと和風に、日本っぽさを出して和風にしてみたりとか、あと特典内容とかも今回夏祭りとか縁日とか、そういう、まあ、結構和を押し出して準備しております。今ね、ちょうど届き始めてると思うんですけれども、青いパレット2、今回出したね、浴衣着てる表紙のやつです。あれもちょっとこうリンクするところがあって、あと自分で作ったデジタル写真集、君と僕の青い夏とも、まあ、ちょっとリンクしてるところがあるんですよ。そう、リンクって言ってますけど、まあ、全部ね、結構こう連携してテーマを作ったというか、まあ、ざっくり言うと、この夏のテーマは、日向葵と楽しもうにしたんですよ。まあね、ありきたりというか、全然ね、ひねってもないんですけれども、まあね、この夏一緒に楽しもうぜっていうね、
テーマにして、結構お気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、オンラインショップ、ひなのあのね、色っていうかサイトのカラーを結構毎月、変えてて、そう、気づいてる人いるかな？ね、先月は結構ピンキーなね、可愛い感じだったんですけれども、今はね、某飲料の色に合わせて、爽やかなね、青になっております。ね、ぜひ見てみてください。ね、この夏ね、一緒に楽しもうっていうテーマなんですけれども、みんなとたくさんお会いできる機会を、作りたいなって思って、結構いろいろ、企画しました。まあ、お渡し会もそうですし、まあ、この前のね、翼ちゃんとのコラボ撮影会は、本当お互いのスケジュールがちょうどあったので実現したことだし、大阪のお渡し会までね、やっちゃいますから、初ですよ、関西イベント。関西イベント初ですよ。そうね、ぐいぐい行っちゃいますよ。まあ、体力ないですしね、私。結構暑いしで、いろいろ、弊害というか、壁もあるんですけれどもね。まだ夏はこれからということで、どんどんね、走り切りたいと思います。うん。ね、で、ちょっとTRE の話に戻るんだけど、このね、今回の TRE 出演しませんかっていうお話をいただいたのが、1月の TSE 終わった直後だったんですよ。ねえ、だから、もう半年前か。そう、だからもう半年間ぐらいずっと、準備とか企画を考えていた気がするので、しっかりとコンセプトみたいなところとか、青いパレット、写真集も、そうだし、他のね、企画との連動みたいなのができたんじゃないかなと思っております。ねえ、たくさんの人にね、このひなぽぽ知っていただく貴重な機会なので、しっかり台湾でもね、頑張りぽぽしたいですね。うん。でも結構ね、ちゃんと準備してきたから、きっと大丈夫。きっとね、喜んでもらえるはずだと信じております。うん、リスナーの皆さんもね、ひなぽぽが、夏バテで倒れちゃってないか、台湾語を全然喋れてないんじゃないか、不安だったりとか、すると思うんですけれども、しっかりね、成功できるように日本から応援をよろしくお願いします。なんかすごい喋っちゃったね、オープニングトーク。はい、じゃあ、そろそろ、始めていきましょう。ひなたおいの、青い夜空、in 台湾。この番組は株式会社ひなこクラブの提供でお送りいたします。ひなた葵の青い夜空。続いてはお便り募集企画、青い夜空の星空俳句です。たくさんのご応募ありがとうございました。コーナーに入る前にふつおたをご紹介していきたいと思います。皆様お便りありがとう。ではまず YT ゆういちさんよりいただきました。先週のお題が全然思いつかなかったので、今回はコラボラジオイベントの感想を送ります。お二人とも声がいいですね。夏木ゆいさんのお声は初めて聞きましたが、低音で聞き心地よかったですね。ひなぽぽのほんわかした喋りと対照的で良いコントラストが生まれていた印象でした。性格的なところでは、漫才コンビのようにひなぽぽがボケて夏木さんがツッコミかなと思いきや、ひなぽぽに意外にしっかりした意外にしっかりした一面があるように、夏木さんもいい意味でボケっぽいところがあると思いました。これからも応援しています。暑い日が続きますが頑張ってください。はい、ありがとうございました。
いや嬉しいね、なんかこうやって公開収録の感想を聞くと、なんか本当になんかみんなねすごい褒めてくれるじゃんなんか本当にやってよかったなって思います。私もね結構やってて一緒にね収録している時もそうだし、後からねこうやって音を聞いた時もそうだけど、すごいなんかいいですよね、夏希さんとの掛け合いすごくお互いの良さも出ていて、すごいいい時間になったんじゃないかなとみんなにとってね思います。またね公開収録やってみたいなと思っておりますので、はい、思っておりますのでというかね、また機会を作りたいと思っているよ。はい、では青い夜空の星空俳句に戻りたいと思います。たくさんご応募いただいた中から優秀賞2作品、最優秀賞1作品をご紹介させていただきます。今回のお題は海外旅行です。はい、ね、ちょうど私今台湾にいますからね、みんなもね海外旅行話身に染みるんじゃないでしょうか、今の私はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。3つ、私も一緒でしょう、響いたでしょう、あの時の光景は一生忘れないでしょうの3つを紹介します。はい、じゃあ行きますよ。まず私も一緒でしょうです。翻訳機、片手にフランス、一人旅、まちおさんよりいただきました。ありがとう。すごいね。翻訳機ってかスマホかな、一人旅したのフランス。なんかすごい度胸があるっていうか、すごい行動力だね。私もね一応語学留学していたんですけれども、さすがにね中国語っていうか台湾語は全然喋れないし、英語もね全然もう流暢には喋れないから、なんだポケトークみたいなのを片手にね前回 TSA に行ってきました一緒です。はい、じゃあ次、響いたでしょうの発表です。日本とも空の青さは同じだね、 YT ゆういちさんよりいただきました。ありがとう素敵。そうね、空の元変わらないからね、みんな一緒だもんね。ね、悲しくもあるし嬉しくもあるよね。なんかね、まあね、地面でね我らいろいろ毎日戦っているじゃないですか喜怒哀楽いろいろあるじゃないですかね。でも空はねいつも変わらずにね青いよねっていう、なんかすごい詩的なものを感じますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、あの時の光景は一生忘れないでしょうの発表です。台湾の日向葵の応援へ、みるちゃんよりいただきましたもうね一生忘れないですよ。ね、全然まず想像してなかった、想定してなかった日本から誰かが来るっていうもうほんと現地でもうね必死に中国語台湾語英語ちょっと日本語使ってね必死に通行人をこう引き止める私だったんですよ。余裕がない、そんな中もう気の知れたねミリちゃんが来た時、もうね目頭がねすっごい熱くなったんですよ。へーへーみたいな、もう本当にねあの感動はね忘れないです。ありがとうございます。はい、ということでいかがでしたかね。皆さん素敵なね俳句を今回も送ってくれてありがとうございました。じゃあこれでね明日からの台湾イベント2日目3日目
頑張りたいと思います。はい、じゃあ次のコーナーは月1企画早口言葉言えるか選手権です。お楽しみに。日向葵の青い夜空。続いてはみんな大好き月一企画早口言葉言えるか選手権です。こちらのコーナーの説明をさせていただきます。この早口言葉言えるか選手権はその言葉通り私日向葵が早口言葉にチャレンジしていく企画ですね。番組からね毎回毎回意地悪な内容を提示されますが見事全部クリアし目覚ましい成長をね遂げております。私、宣伝部長、はい、今回もねしっかりと社員の皆さん安心してくださいって言えるようにねしっかりクリアしていきたいと思います。はい、ということで今回のお題を発表したいと思います。お題はじゃーん、スリーフリースローズ。はい、ということでなんと英語ですついにワールドワイドひなぽぽ、スリーフリースローズ、3回のフリースローですね、うん、いや実はね株式会社ひなこクラブ海外展開を考えていたんですよね。まあしっかりねここクリアしていかなきゃね。ということで結構簡単じゃないですか。スリーフリー、うん？待ってる？スリーフリースロー。スリー三ね、三スリーフリースローね。大丈夫、全然大丈夫ですから。全然大丈夫ですから。うん。なんだけど私実はね TH の発音が苦手なのよ。すっていうね、そう作業が私さしすせその発音が苦手で昔ね声優の学校行っていた時はもうずっとね作業の早口言葉だけクリアできずに何回も何回も練習してたので、まあね、結構簡単かなって思ったんですけど私にとってはちょっとあれですね、ここをね乗り越えていかなきゃいけない壁じゃないですか。はい、じゃあちょっと頑張っていきたいと思いますよ。スリーフリースローズ、スリーフリースローズ、スリーフリースローズ、スリー、これ発音よく言わなきゃダメ、スリーフリースローズみたいな感じ。まあね、そうね。ワールドワイド、海外展開していくわけですから。まあまあ、そうね、発音も大事ですね。はい。スリーフリースローズ。スリーフリースローズ。いけるんじゃないですか、これ。うん、大丈夫。大丈夫です。はい。毎回、おやって、みんなをね、不安にさせ、るように見せかけて大丈夫でしたからね。じゃあ、いきます。Three freeze rose, three freeze rose, freeze, three freeze rose。はい。ということで、どうですか宣伝部長の英語の発音。どうでしたか？まあね、ちょっとそうね、英語だし、言えたかどうかわからない人もね、結構多かったかもしれないんですけれども、
大丈夫です、言えてました、言えてましたよ。いやー、さすがですね。じゃあ今後はね、海外展開もしていくということで、日本以外のね、世界の皆さんも、仲良くしてください。以上、早口言葉言えるか選手権でした。日向葵の青い夜空。あっという間にお別れのお時間ですね。さて、今週のお便り募集企画は猫の夜空です。お題は今何を考えているでしょうかにゃーということで、今週の出演者はアクアくんことくーちゃんです。はい、番組の公式 SNS で動画を公開しますので、そのくーちゃんの動画を見て、なんて言ってるっていうか、何を考えているのか、ぜひ皆さんのコメントで教えてください。番組宛てラジオトーク日向葵の青い夜空の質問を送るで送ってください。期間などは番組公式 SNS をチェックしてください。また番組ではお便りを募集しております。ご意見ご感想などお待ちしております。またこちらを聞いていただいて気になった方は、ぜひアーカイブ配信もチェックしてみてください。番組公式 SNS アットマークラジオアンダーバー青い夜空のフォローもお願いいたします。はい、ということで、あっという間ですね、楽しい時間はね。まあリアルタイムな私はね、イベント初日で多分バタン球状態でスマホを片手に寝っ転がって聞いていると思うんですけれども、きっとね、みんなね、こうやってコメントしてくれてる、このラジオトーク内のね、コメントできっと救われていることでしょうと思います。うん。あと、明日と、明後日と、最後までね、100%、120% の力で走り切れるように頑張りたいと思いますので、ぜひね、SNS で何かしら更新していると思うので、コメントしてくれるととてもとても励みになります。見守ってて。はい。ということで、じゃあね、明日からのイベントもありますので、と言っても、今ね、日本に行って収録しているんですけれども、まあなんか準備結構できたと思いきや、いろいろね、あれもやんなきゃじゃん、これもやんなきゃじゃんっていうのがね、今出てきてて、結構てんやわんやなひなぽぽです。はい。あ、でも、きっと大丈夫でしょう。はい。ね、またね、来週かな？来週は、台湾のお土産話ができると思うので、皆さん楽しみにしていてください。それでは、今夜はこの辺でお別れです。この番組は、株式会社ひなっこクラブの提供でお送りいたしました。それでは、また来週。おやすみなさーい。ひなた葵の青い夜空。